はい、身代わりの絆、別のエンディング、別のっていうか、なんかこの100円玉を入れないと話の内容が変わるらしいです。楽しみだぜ。どんぐらい変わるんだろう。なんか最後のさ、エンディングでさ、身代わりの絆の間に空間あったけど、それも変わったりすんのかな。本当なのそれ。多分ね、出なければ雨なんて降るはずないもの。はあ、あいつがね、なんかちょっと不憫だわ。不服か。それに憎まれ口叩かないの。それに文句言ってる割には顔がふやけてるよ。ふや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 、変なこと言わないでよ。本当のこと言っただけだよ。でもね、カグマ、彼女は彼女なんだから、代わりとして考えたらダメだよ。はいはい、分かってますよ、分かってますよ。あれ、ねねちゃん、あそこいるぜ、いるぜ、二人が。あ、隠れない、隠れないぞ、全然。なんでだ、なんで隠れない。ゲ、全然違う。ゲって何よ、ゲって。こんにちは、カグマさん、よつらちゃん、お久しぶり。はい、お元気そうで何よりです。足の方はもう大丈夫なのですか。うん、バッチリだよ、すっかり感知したの。そうですか、それは何よりです。はい、 この前は泣いてばかりでうまく言えなくてちゃんと謝れなかったから、改めて言わせて。足のこととか神社とかのこと、いろいろそのごめんね。いいんですよ、気にしないでください。ねえねえ、私に謝罪はないの。う、ぐ、ご、ごめん、ごめんなさ。なになに、聞こえない、もっとはっきり大きな声で言いなさいよ。はい、もう一度。顔がエロい。うるさい、誰があんたに謝るもんですか、バーカ。なんだとこのバカグマ。バカグマ。はいはい、二人ともその辺で。そうだよ、全くもう。だいぶ違うね、さっきのエンド。マスク100円でこんな変わると思わなかった。楽しそう、和気あいあいですね。女子会みたいな。軽い。ねえ、カグマ、あんたってさ、エンコが生きてた頃、人々にお金とか食べ物とかを貸してたのよね。そうだけど。それなら、はい、これはあんたに返すわね。あ、ねねはカグマに100円玉を渡した。なるほど。ほらよ。え、いや、何をこれ。私が水溜りの神社でお金貸してくださいってお願いした後に拾ったの。ご利益で拾ったものだからさ、あんたに返しておくわ。水溜りの中でお金を貸してたのは、カグマだけだしね。いや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 、こんな100円なんて貸してないし、身に覚えないし、渡されても困るし、っていうか100円ってしょぼ。言うな、それは。うっさいわね。いいじゃない、別に100円だろうとなんだろうと。品物が何かなんてどうでもいいことでしょ。水溜り様は人間に物を貸す、人間はそれに感謝を込めて返す。それがあんたらと人間の関係だったんじゃない。少なくとも縁子はそう思っていたわ。あ、今まではその関係も壊れていたけど、でもあんたはこれからやり直すんでしょ。なら受け取りなさい、あの頃の人間と水溜りのように。うん、分かったわ、ありがとう。素直になってる、おっぱい見えそう。でさ、つかぬことを伺いますが、当時の大判小判とか残ってないの。持ってるなら貸しなさいよ。返さないよ。それさ、貸したら絶対返さないつもりよね。なぜわかる。あらやだ、返すわよ。いつ返せるかわからないけど、100年後とかで。絶対に嫌、誰が貸すものですか。ある意味そうより立ちが悪いわ。何を、少しくらいいいじゃない。ケチケチ、バカグマ。あなたの頭上にもお祝いをプレゼントしましょうか。やれるものはやってみなさい。言っとくけどね、エンコの記憶も手に入れたおかげであんたの弱点全部知ってたもんね。知ってたもんね。あ、もうやっぱりこいつムカつく。本気でやっちゃうわよ。上等よ、かかってきなさい、バカグマ。これエンコ言ってたのかな、バカグマってのはね。お、うん、いざこざが起きてる。仲いいよね、あの二人。そうですね、ちょっと焼けてしまいます。はあ、じゃあこっちはこっちで仲良くしよっか。あの二人が焼き餅焼いちゃうくらいに。はい、よろしくお願いします、おひなさん。来ましたわ、これは。おう、なんかどっと疲れちゃった。もう帰ろうか、ひな。ねねちゃん、ここに来た目的覚えてる。そういえば今日はどのような用件で。お参りしに来たの。私たち縁子さんに助けてもらったようなものだからお礼したくて。あんたらもお墓参り。そうよ、私たちは前々から頻繁にここへ来てるもの。お花を添えたり、周りを掃除したりね。縁子のお墓を荒らされるわけにはいけませんからね。それなら私たちもお手伝いするよ。ありがとうございます。とはいえ、今日はもう済みまして帰るところだったんです。誰かさんに足止めされて帰れないでいるのよねー、こいつ。
誰もいてくれなんて頼んでないわよ。ムカ。はいはい、カグマそこまで。はーい。ネネちゃんも意地悪言わないの。ごめんくさーい。コホン、とりあえず私たちもお祈りしていい？私らが手を合わせても縁子にはありがた迷惑かもしれないけど。ネネは縁子の墓にお参りできたら嬉しかったりするの？あ、これカグマが聞くんだ今度は。それはまあ俺も言いたいし、させてもらえるなら嬉しいわよ。なら私からもお願いするわ。ねね、おひな、縁子にお墓参りしてあげて。じゃあひな、一緒に。オン、オン、うん、うんか。オン、オン。お坊さんみたいな。お、見守ってますね、カグマが。お、どうしたの？見てらんないわよ。私はこれから人々への償いをしていくわ。簡単に許してもらえるほど軽い罪ではないけど、どれだけかかろうとも人間に許してもらえるまで頑張る。昔のように我々オヌが表立って人間の前に現れることはできませんが、陰ながら人の助けとなり、私たちが殺してしまった方々に報いたいと思います。よつら、だから悪いのは私だけで、あなたが。うん、私だってカグマに手を貸し止めようとしなかったんだから同罪だよ。しっかりお祈りも済ませて。さて、なら私たちだって同罪よ。最初に原因作ったのはこっちなんだから。せやな。そうだね。だから私たちにもお手伝いさせて、また人間と水溜り様が仲良くできるように。あれかな、水溜りと人間の絆ってなるのかな、最後のエンディング。そんな気がするような気がする。ねえねえ、おひな、気がするような気がするっていう言葉の重複。だって知らんぷりできないもの。友達が困ってるなら助けてあげなくちゃ。二人ともありがとう。心配しなくても大丈夫よ。縁子だってあんたと同じだったもの。必ずもう一度結ばれるわ。水溜りと人間の絆はね。おお、やっぱりうぃー、合ってたね、合ってたね。なるほど、じゃあこっちの方が正しいエンディングっていうか、いいんじゃないの。さっきより、さっきのより、なんかこっちの方が俺好きだな。はい、水溜りの絆エンディングの別パターンですね。別バージョン見ていきました。みんなどっちが好きでしたか？俺こっちの方が良かったな。カグマもちゃんと出てきてたし。うん。まあそれぞれね、好きはあると思いますけど。最後に。お？まだあるの？まだ続くの？どうしたの？どうしたの？おひな。おひな？どうしたの？お？何も言わんのかい。なんか言ってよ。何も言わんのかい。わかんないよ、もう。ニュアンスだけじゃわかんないよ。なんだろう。100円見つけたのかな。はい、最後に。お？まだ続く？やっぱこっちの方がなんか豪勢だね、すごい。100円入れる入れないでこんな変わると思わなかったよ。どうしたの？ほら、最後の挨拶しなさい、挨拶。次いつやるかわかんないよ。ほら。カーテンコール的な。じゃあの、どうしたの？お？どうしたの？何か思いついたの？ピカーンって。何なんだろう。なんかまだ続くのかな。なんかまだ続くんでしょうか。まだエピローグ的なものがあったりする。また来そう。来た来た来た。何何、カゴメカゴメみたいな。何なんだろう、何なんだろう、知りたいな。何何何て言ってるんだろう。めっちゃ気になるんだけど。知りたいよ。ない方がいいのかもしれないけど、雰囲気的に。な、何何楽しそうに喋ってるの。あ、ファイオー。はい、エンディング1、水溜りと人間の絆、ありがとうございます。いや、いいですね、最後にエンジン組むっていう。ファイオー、やったー。やっぱ俺こっちの方が好きだな。さっきのも好きだけどね。さっきの口だけ飛ばす感じも好きだけど、やっぱこっちいいな。うん、やっぱ面と向かって話したいよね。はい、水溜りの人間の絆。水溜りと人間の絆。また結ばれたんですね。はい、というわけで、水溜りの絆、トゥルーエンドですね、多分。エンド1、トゥルーエンドの100円玉を入れないバージョン見ていきました。まさか100円玉入れないだけでこんなに変わると思わなかったですね。そんな重要アイテムだと思わなかったな。
円、100円玉あればうまい棒10本買えるから偉大なんでしょう、やっぱり。もはや別エンドのレベルでしたね。はい、というわけでこのパートは終わっていきます。で、このパートでもう本編はもう完璧に終了ですね。で、次のパート、次多分1パートだけ上げると思うんですけど、その1パートはおまけパートとなってます。あと2つほど、ムフフなイベントを、お地蔵様にお供え物をするイベントと、あと、南宋宝さんか。南宋宝さんに、南さんに写真を渡すイベントっていうのがあるんで、それを見て、このみなばりの絆を完全クリアとしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。